ひき肉のレタス包みを用意しました。美味しそうですね。レタスが結構大きめに、ね、本当にこうレタスと包んで食べる。どうぞ召し上がってください。いただきます。レタスのシャキシャキ感がいいですね。美味しい。進みますねこれ、うん、食べ過ぎじゃないご飯も進むではレシピご紹介します。まずナスを短冊切りにします。ひき肉に粉末だしを加えて炒め、ナスや調味料を入れて混ぜ、軽く油で揚げた緑豆春雨と一緒にレタスで巻いたら完成です。このコーナーでは視聴者の皆さんの心温まる食卓や思い出料理のレシピを募集しています。採用された方にはこちら霧島酒造の焼酎と番組特製のクオカードをプレゼント。たくさんのご応募をお待ちしております。では今週は黒霧島の炭酸割り黒霧ボールで乾杯。乾杯。これからやってくるジメジメした季節、黒霧ボールでスカッと乗り切りましょう。ときめきレシピのコーナーでした。